デイブ・バーソロミューは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、エドガー出身のミュージシャン、バンドリーダー、作曲家、編曲家。1950年代以降のニューオーリンズ音楽の形成に大きく貢献した。バーソロミューは、リズムブルース、ビッグバンド、スイングジャズ、ロックンロール、ニューオーリンズジャズ、リキシーランドジャズなど数多くの音楽ジャンルで活躍した。 彼の曲をレコーディングしたミュージシャンアーティストは数多いが中でもファッツ・ドミノとのパートナーシップが彼のキャリアの中でも特筆すべき成功を収めている。1950年代の半ばに彼らはインペリアルレコードの下で I I'm in love again,Blue Monday, I I'm walking など40曲以上のヒット曲を世に送り出しそのうち Going Home と Ain't That A Shame など 複数の曲がビルボード R&B チャートの1位に輝いている。彼はソングライターの伝道、並びにロックの伝道入りを果たしている。バーソロミューが最初に覚えた楽器はチューバであったが、後にトランペットが彼のメインの楽器となった。彼のプロのキャリアはニューオーリンズでアルビン・レッド、タイラー、アール・パーマー、リー・アレンらがメンバーに入ったバンドを結成したところから、 始まっている。1947年、デラックスレコードで彼は初のレコーディングを経験するが、会社は倒産してしまいほとんど話題にはならずに終わった。1949年に彼は、ルーチャットのインペリアルレコードの下で、編曲家、バンドリーダー、およびタレントスカウトとして活動するようになった。ここで、彼がプロデュースしたアールキング、トミー・リッチリー、 ロバート・パーカー、フランキー・フォード、クリス・ケナー、スマイリー・ルイス、シャーリーリー、ファッツ・ドミノといったアーティストたちから数々のヒットが生まれたのである。彼は有名なブルーベリー・ヒルを含むファッツ・ドミノのヒット曲の多くにおいて編曲を担当した。1960年代半ばに彼はインペリアルを離れ自分のレーベル ブロードムアレコードを含むいくつかのレーベルを点々とした。彼は、後年もプリザベーションホールに出演して、トラディショナルジャズをプレイするなどミュージシャンとして、現役で活動を続け、自己名義のレコーディングもリリースし続けた。2019年6月23日朝、ニューオーリンズ郊外メテリーのイーストジェファーソン総合病院にて心不全のため死去。100歳だった。 バーソロミューは1950年代に強い影響力を発揮したニューオーリンズサウンドの形成に大きな役割を果たした。特にジャンプブルースやビッグバンドスイングがリズムブルース、ロックンロールに発展していく過程で主導的な役割を担った。またバーソロミューはロイド・プライスのローディ・ミス・クラーディ、スマイリー・ルイスのアイヒア・ユーノッキング、ワンナイト、 シャーリーリーのレッドザグッドタイムズロールなど、歴史に残るヒット曲のプロデュースを手掛けている。ありがとうございます。